はい、こんにちは。今日はですね、1月22日日曜日ですね。こちら、箱根湯本。じゃ失礼しました。2番線が箱根湯本、小田原方面なんですが、こっちはあれですね、強羅方面です。で、こっちが、箱根湯本、小田原方面ということで撮ってます。こちらは、箱根登山鉄道ですね。結構、時刻表があります。結構電車来ますね。なので、ここが来やすいかなと思います。箱根湯本、小田原方面で、平日も休日も結構本数ありますね。12分か13分ぐらいに来ます。で、料金表ですね。小田原まで360円、高いですよ。小田原来たんですけど、ぼったくりだろうと思いながら 来たんですけど。で、強羅まで360円、彫刻の森有名ですよね。で、どんどんなんか総運算780円ってことで結構ありますね。で、さっき一緒に降りた方、カップルと、あと、家族連れ、おばあちゃん、お母さん、地元の子でしょうか、降りてどっか行っちゃいましたね。で、深沢銭洗弁天っていうのもありますね、ホームの方に。あれちょっと拝んでいこうかなとは思ってますけども、銭洗弁天あるようです。で、こっちもあります。トンネルとですね、トンネルの間に挟まれてますので、ちょっとこれ以上行くことはできませんね。あっちのホームにも行ってみましょう。で、すごいんですね、上り降灰と下り降灰の間なんで、やっぱすごい箱根登山鉄道って登ってくんだなーってのありますよね。あれちょっと拝んでいこうとは思いますが、さあ移動してみましょう。こっちですね。あったかいんですけど、風が強いんで、今日なんとロープウェイが中心になってます。箱根登山鉄道、塔ノ沢右、箱根湯本左、大平台ということで出てますがね。あれですよ、なんだっけ、箱根登山鉄道がね、なんか中止になっちゃってた、強風で。で、風強いんですよね。箱根湯寮、北原おもちゃミュージアムっていうのがあるらしいですよ。で、登っていきましょう。こっち、箱根湯本、小田原に乗る電車なので、こっちにどんどんね、登っていきたいとは思います。結構、登りますね、階段ね。風が強いな。なんせ風が強いですわ。フォレストアドベンチャー箱根。箱根北原おもちゃミュージアム。バーベキューテラスウィンピーパターゴルフだって。パターゴルフしかできないから、普通のゴルフがしたい。ねえ、箱根だと。階段、キュッスな、結構。まあ、なんか温泉街なんで、結構人いましたけど、降りた人もいますけど、ただ箱根湯本の駅は人ですごかった。っていうか、中国人が多すぎた。もうめちゃめちゃ中国人多くて、もううるさいんだよと思いながら、すんげえ声でかいし、並ぶのもぐちゃぐちゃだし、なんか割り込んでたし、列に。もうめちゃくちゃっすね、中国人の人は。やめてほしいなと思いますけど。トイレありますね。トイレ見たけど綺麗です。1番強羅方面、2番箱根湯本、小田原方面ということで、ですね、強羅方面の、12時16分で来ました。今日日曜日なんで、1月21日、日曜日で。で、12時16分で来て、こっち。28分でも帰れたんですけど、動画と撮影してたら間に合わないんで、12時42分で帰ろうかなと思ってます。すごい滞在短くて済むんで、いいですね、ここね。こんな感じですね。あとは、こっちも料金表ありますね。駅舎ということで。塔ノ沢の駅舎あります。箱根登山電車。今日風強いんで、ロープウェイ中止です。で、出口ということでありますね。で、こっちになぜか、深沢銭洗弁天斎篠屋さんっていうお店もあって、梅干しとかですね、お札、深沢銭洗弁天斎お札ありますって書いてます。梅干しとかも売ってましたけど。あとは道の案内図がありますね。一の湯本館、キャトルセゾン。フランス語ですね。僕わからないんですけど、フランス語。あと結構急ですね。怖いな。危ない感じします。あと現在地ってことで、塔ノ沢温泉ご案内ってことで、案内板もあります。ちょっとじゃあ向こうのホームに行ってみましょう。風が強くなってきましたね。またやばいよ、やばいよですよ。とっとと他の人が映るんで、ちょっとやめましょうか。なんと他の人がいた。危ない危ない。切りましょうか、この辺で。では、以上。
遠野沢駅でした。